三次試験は個人戦です。トーナメント方式で行われます。1回戦では同じチームメイトと対戦しないよう配慮しましたが、勝ち上がれば当然戦うことになります。各自出場の順番を確認しておいてください。試合は3回戦までで、決勝は攻、オツ、ヘイ各ブロックの勝者3名での三つどもえ戦となります。皆さん準備はいいですか？はい。木の葉隠れ渦巻きボルト、雲隠れユルイ、第一試合はじめ。おめえら全員だじっちゃうよ。ほんとだじっちゃう。一網打尽ってことだよ。出せんだよ。何でも省略してんじゃねえ。この試合も省略しちゃおっかね。捕まるかよ。爆発すんのかよ。新規、楽しみにしてたボルト戦できなくなっちゃうかもよ。力のないものに興味はない。お前らは残りの2人、特に美月には注意を払っておけ。そんなのいらないに。美月ならこの僕が1回戦でひねり潰してやるからさ。受験生レベルの低下は嘆かわしいな。こそこそかくれんぼかよ。くそ、ガンが邪魔だってばさ。さて、どめっちゃおっかね。あれがチャクラを流すことで触媒になるガムですか。なかなか面白いだろ。くそ。こんなところで負けられっかよ。ここまでは届かねえな。え？うっ！そ！おい、マジかよ。すごい、あんな風に手裏剣を曲げるなんて。まわり、俺の方がだじっちゃいそうだな。チャライだっけ？ユルイだ。勝者、木の葉隠れ、渦巻きボルト。勝った勝った。やるね、あの子。まったく頭にくるな。お互いこの惨事に残れないとは思いませんでしたね。まあ、うちは本来この大会に参加させたかった秘蔵子を中忍に昇格させてしまったところなので仕方ありませんが。出てたら勝てたって？親バカは見苦しいよ、水影。肝に銘じておきます。やるじゃねえか。いつの間に練習してたんだよ、あんなの。まあな、楽勝楽勝。